ちょっと聞いてもらっていいですか？先日動画で多摩湖フィッシングエリアご紹介したと思うんですよ。その撮影中にスタッフの方がですね、僕のところに来て、すいません、写真いいですか？っていうわけですよ。いやー、旅マスもね、とうとう有名になったもんだと思いつつ、全然いいですよ。どんな感じで撮ります？そんな感じで答えて、パシャリと撮るわけですよ。で、当然、SNS だったりとか、ホームページとか、なんか、掲載されるのかなと思いまして、聞いてみたんですよ。これ、どっかに掲載されるんですかって。そしたら、スタッフの方が言うわけです。いや、特に。じゃあ、これ、なんで撮ったん？全国のカンツラさん、旅っす。それないカンツラこと旅マス1号です。オープニングの感じ、大好きな YouTuber さん風に再現してみましたけど、わかる人います？ さて、そんな話は置いといて、気温も下がり始めて完全なカンツリシーズンが到来しましたね。いろんな SNS での釣果情報を拝見してますが、皆さん釣りまくってますね。冒頭からここまでのワードで今回のテーマが分かってしまう、そんな方いますかね。そんな勘の鋭いカンツラにお届けする今回のテーマはこちら。そう、 SNS で映えさせろ、カンツリ釣果写真のあれやこれ参戦をお送りします。実は今回は旅マスでも利用している SNS、 Twitter でフォロワーさんに釣果写真を募集してみました。たくさんの画像をいただきまして、皆さん本当にありがとうございました。今回の動画で一部ご紹介させていただこうと思ってますので、採用された方、こちらのステッカープレゼントさせていただきます。あと、まだの方、 Twitter フォローもよろしくです。さあ、早速写真の撮り方を3つに分けていただいた画像とともにご紹介していきたいと思います。それでは旅マスチョイス、まずは1つ目、これは定番中の定番、魚を主役にしたこちら、通称魚スタンダード撮り。皆さんの中でもほぼほぼこの撮り方が多いのではないでしょうか。旅マス動画でもやはりこのパターンが多いですね。それでもせっかくなので一つ必殺のアングルをお教えしましょう。とりあえずドアップですね。何はともあれドアップにしておけば小さかろうと大きかろうと絵になりますよ。ぜひやってみてください。それではツイッターから投稿いただきました魚スタンダード画像ご紹介したいと思います。魚スタンダード撮り部門大賞はこれだ。ジョーカーアット山吹様の投稿、旅マス命名エリアジョーズに決定。素晴らしい写真ですね。ドアップにすることにより魚唯一の武器、口の鋭さを引き立たせる撮影、さらに限りなく平行寄りにアングルを調整しているのも細かなポイントでしょうか。ジョーカーあと山吹様おめでとうございます。後日こちらの旅マスヒューマンお送りします。それでは続いての部門行ってみよう。旅マスチョイス2つ目は一気に難易度が爆上がりする撮り方、通称ジャンピング躍動撮り。正直言って旅マスではこの撮影でうまく撮れた試しがありません。魚とのファイト時に逆の手でスマホ撮影というとても難しい方法、しかも皆さんもご経験があると思いますが都合よくジャンプしてくれないんですよね。ご覧ください、旅マス撮影のひどいのなんのって。またもたもたするのも厳禁、撮影のために魚を弱らせるなんてことはあってはいけません。こればかりは私もうまく撮影できていませんので、今後の対策としては2人がかり連写撮影がいいんじゃないでしょうか。ちょっとわかんないんですけどね。
いつか上手に撮れたらツイッターに載せますね。それではこちらのジャンピング躍動撮りもいただいております。ご紹介。第一アット平日アングラー様の投稿。旅ます命名お作りを夢見てに決定。いやー、私もいつかこんな写真撮ってみたいですね。絶対に難しいであろうピントもバッチリ。さらに空の青さと水の感じとかね、最高ですよね。ぜひ大地さん、この動画見ていただけましたら、撮影のコツなんかをね、コメントでちょっと教えてもらえると嬉しいな。大地平日アングラー様、おめでとうございます。こちらも後日旅ますヒューマンお送りします。さあ、続いてが最後の撮影テクニックのご紹介。これ旅ますチョイス。3つ目はこちら、通称ツッタドー撮り、いわゆる仏持ちですね。こちらを最後にしたのには理由があるんですね。ちょっとした注意が必要なんです。これはもう旅ますの視聴者の皆さんはお気づきかと思います。必ず持ち帰る魚で撮影すること、これが絶対条件。 Understand? 当然これは自分一人では撮影できません。釣り場の方にお願いするのがベスト。釣り場によっては店頭に写真を飾られたり、ホームページや SNS に投稿されたりと、ちょっとこちら側としても誇らしい体験ができますね。それではこちらのツッタドー撮り部門、対象はこちら、ツッタドー撮り該当者なしでした。まあ一つネックを言えば自分も映っちゃうっていう点ですよね。令和のこの時代でもなかなか素顔まで晒すのは、私もそうですがちょっと気が引けますよね。それでもまあ大きな魚が釣れたらやはりこんな撮影も魅力ですよね。ぜひ皆さんもこだわった超過写真に挑戦してみてはいかがでしょうか。街灯なしで締めるのもちょっと寂しいので、最後にお手本となる釣った胴撮りを紹介しつつ今回お別れしたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、評価いただけますと嬉しいです。ではまた次回の旅ますチョイスでお会いしましょう。お相手は釣れないカンツラー旅ます1号でした。釣ったどー。どうも旅ますです。来たる12月の18日日曜日、管理釣り場総選挙公開生配信行います。フィールートで終わりフィールートで絶対見てくれよなちょっと感じあ、超いい超いい個人的超好き今の個人的好きよ今ちょっとずっとフィールートで絶対見てくれよな。あ、最高だね。ちょっと一回やってみる。オッケーオッケー。フィールドで、フィールドでまでは大丈夫だよ。フィールドで、で見てくれよな。